欧州連合 EU は中国との大規模な投資協定の批准を凍結することを決めました。議員らは、まず先に中共政権が EU の政治家に対する制裁を解除する必要があると述べています。 欧州議会の議員らは中国との経済圏の投資協定の批准を拒否すると述べました。今年初め EU は新疆ウイグル自治区のイスラム系ウイグル人に対する人権侵害の責任を追求し、中共政府の当局者へ制裁を課しました。これに対して中共政権は報復措置として欧州議会議員5人を含む複数の団体や政治家に制裁を課しました。 欧州議会の議員らは5月20日に採択した決議において中共政権の制裁を最大限の強い言葉で非難しました。また7年間の交渉を経て昨年12月に基本合意した EU 中国投資協定の批准手続きを凍結することを圧倒的多数の賛成で採択しました。議員たちは中共政権の制裁が続く限り、 この凍結措置は継続されると述べました。採決後、ある EU 議員は中国との投資協定は完全に凍結だ。中共は見込み違いをして自ら墓穴を掘ったと述べました。欧州議会で対中関係代表団の団長を務める、このラインハルト・ビュティコファー議員は中共政権から制裁を受けている議員の一人です。 議員らはまた EU 委員会に対し欧州議会が投資協定を承認するかどうかを決定する場合には、香港を含め中共の人権侵害の状況を考慮するよう提言しました。NTD ジャパンがお伝えしました。